ジョバンニ・バティスタ・フェラーリは、イタリアのイエズス会イグレゴリアン大学の教授である、植物図譜やラテン語シリア語辞典の編集を行った、シエナの裕福な絵に生まれた。1602年に、ローマでイエズス会に入会し、著作の傍ら、ローマのイエズス会の大学で、ヘブライ語と修辞学の教授を務め、教皇の演芸の顧問を務めた。 語学の際に恵まれ、21歳で、ヘブライ語を自由に扱い、ギリシャ語とラテン語の優れた文章を書くことができた。ローマの実力者であったフランチェスコ・バルベリーに、数奇教の個人植物園、ホルティバ・アーバーニーを管理し、植物園の植物を学び、1632年に、園芸書、デフローレム・クルトゥラを出版した。添付された、植物図は、 最初の女性版画家とされるアンナマリア・バリアナを含む版画家が作成した。第一版はバルベリーニに献じられた。1646年に柑橘類の栽培に関する著書、ヘスペリデスのその、あるいは黄金のリンゴの栽培と使用法を出版した。学者で柑橘類に詳しいカッシアーノ・ダル・ポッツォと協力し、図版は有名な画家ヨハン・フリードリヒグ・ウロイター。 コーネラス・ブロアーマーとニコラス・ヨゼフ・フーコーラが描いたライムやレモン、ザクロに関して詳しい解説がされた最初の著書であるファウンテンズ・スタチューズ・アンド・フラワーズ・スタディーズ・イン・イタリアン・ガーデンズ・オブ・ザ・シクスティーンス・アンド・セブンティーンス・センチュリーズ・バイ・エリザベート・ビー・マクドゥーがあるヘレナ・ートレイ、柑橘類と文明マフィアを生んだシチリア・レモンから ノーベル賞を取った解決病薬まで築地書館2015年63ページ ISBN 978から4から806714934ありがとうございます